画面手前が伊藤、画面奥が加藤、この選考会の女子の準決勝です。加藤のサーブから始まりました。ストレートに持っていって、まず最初のポイントは加藤です。1球目からストレート来ましたね。さあ平野さん、この戦いですがどういうところがポイントになってきそうですか。そうですね、2人ともですねバックハンドが非常にまあ上手いですし、速さもありますので、まあ、加藤選手ね、この1本1球目のようにフォアハンドね、どんな形でついていくのかというところは注目ですね。はい、お互いにバックハンドを一つの武器にしています。そして今のレシーブですよね。そうですね、三浦ですね。はい、まあ、チキータと逆回転に、ね、ボールを、はい、飛ばすという技術で彼女の一つの特徴ですね。まあ、今でこそ多くの選手がやる逆チキータですけれども、まあ、独特のものがありながら、それもそれを最初にやっていたという加藤。さあこれで2オールになりました。まず出だしはお互いにサーブで2本ずつを取っています。2人の立ち上がりの表情なんかご覧になっていかがですか。そうですね、やはりまだ試合の流れというものをつかめていませんので、相手の様子を見ながらというような感じに感じますね。レッドです。この選考会はすべて5ゲームマッチで行われます。3ゲーム先取、フォアはネットに当たってアウトになりました。まあ、来年は世界卓球の団体戦もあります。そして2月にはチームワールドカップ、いわゆるワールドカップの団体戦もあります。2つの大きな団体戦があるんですね。そうですね、まあ、日本が本当に力を発揮する団体戦ですので、やはり、ね、この代表に入りたいという思いは強いと思いますよ。はい、それが当然2020年の東京オリンピックにもつながってきます。このミュータはネットにかかりました。まあ、この、まあ、いわゆる、まあ、ミュータ逆チキータですね、はい、それをさせないようにということで、伊藤選手非常にいいコースにね、低いサーブを出せたと思いますね。はい、まあ、させて待つ、またはさせないといろんな対策がありますが、フォアで逆をつきますがアウトです。伊藤選手もですね、やはり加藤選手バックハンドが非常にうまいことをねよく分かってますので、まあ、うまくねコースをついて、はい、このフォアミドルの位置ですね、ここからフォアハンド振らせようというような戦術だと思いますね。ちょうど右のポケットがフォアミドル、落ち着いています。まあ、伊藤美誠は昨日もそうですけど、ポイント取ってもほとんどこう冷静なんですね。そうですね、もう昨日なんか本当にねこれはちょっと危ないんじゃないかというような場面もありましたけれども、非常に冷静に試合を進めている印象ですね。はい、本人も昨日のプラス点は試合の中で自分がこう本当は最初は第一ゲームは10対4でリードしてから逆転された、動揺するはずをしっかりと自分の気持ちをコントロールできたと言っていました。8-3、ロングサーブはアウトになります。今サーブミスを2本しましたからね、はい、伊藤選手はここをちょっと気を引き締めていかないといけないですね。昨日も一つ課題に挙げていたのがゲームの途中リードしてから取り切るまでの展開というのを挙げていました。回り込む、あっとアウトです。さあこれで加藤が3点差に迫ってきました。去年はこの選考会で優勝して初めての世界卓球の座を手にしました。これで連続得点で2点差、加藤4連続ポイントです。アウトになりました。追いつきましたね。追いつきましたね。今小さく拳をぐっと握りました。8対8。去年の選考会もそうだったんですけども、若いんですが非常に戦術がしっかりしてるっていうふうに言われてますね。そうですね。頭を使ってね、相手をよく見ながら試合を進める選手ですね。さあ、ここ一本勝負どころですよ。サーブ立つ位置を大きく変えました。ポイントを取ったのは加藤。これで逆転です。7連続ポイント。
同選手は、ね、少し、ね、ペースが速くなってますよね、はい、まあ、少しここ1球ちょっと間合いを取ってもいいかもしれないですね。この選考会は5ゲームマッチです。ここはバック打ち切りました。これで9対9です。すべてシード選手が女子はこのベスト4に勝ち上がりました。まあ、本当に誰が勝ってもおかしくないというメンバーが残ってますね。そうですね、まあ、本当に、まあ、この選考会というと1試合目から、ね、レベル高いあの試合になりますので、勝ち上がるというのは非常に難しいんですけど、ね、しっかり、ね、勝ち上がってきましたね。バックハンド、はい、止めきれません、ね、今度は加藤のバックが決まりました。さあ第1ゲーム、先にゲームポイントを握ったのは加藤美優。最後はしっかりとバックハンド振り抜いていきました。アウトです。これで10対10。ここでロングサーブを出してきました。そうですね、まあ、ここはやはりちょっと勝負していきましたね。中盤でサーブミス、ね、2本あったので伊藤選手もちょっと、ね、はい、あの緊張する場面だったと思うんですけど、やはり、ね、特徴であるサーブを、ね、しっかり生かしてきました。そしてまた加藤がこの位置からサーブを出します。うん、バックから、そして最後はフォアハンド振っていきました伊藤美誠。伊藤選手は、ね、このフォアハンドもドライブだけではなくて今のようにスマッシュも、ね、しっかり打てるんですよね、はい、そうすると相手選手は球質が変わりますので非常にやりにくくなりますね、ナイスボールでした。さあ今度はゲームポイントは伊藤美誠。強打連続でいきました。第1ゲームは伊藤美誠が12対10で取りました。まず第1ゲームを取ったのは伊藤です。